ノース・オーガスタは、ジョージア州オーガスタなので、市の名がある。2010年国勢調査で、の人口は2万1348人だった。サバンナ川中央地域に入っており、また、オーガスタ大都市圏に属している。ノース・オーガスタは、サバンナ川と滝線が交わるところにあり、オーガスタ市の対岸である。この場所には、以前に3台の町があった。300年以上前に、 イングランド人がサバンナタウンという交易基地を設立した。この街はオーガスタの方が繁栄し、交易業者にとって魅力あることが分かった時に放棄された。次は200年以上前にタバコの交易拠点及びインディアン交易業者の拠点としてキャンベルタウンが設立された。この街もサバンナ川のジョージア州側との競争があり、時には暴力的な事件もあった。 タバコ市場の衰退も手伝って19世紀初期にはキャンベルタウンがなくなった。免火経済の爆発とともにこの地域はジョージア州及びサウスカロライナ州の上流川山岳部を通じて農園の貴重な産品の重要な市場になっていった。1821年、機械の天才で起業家だったヘンリー・シュルツがオーガスタ市と直接商業的な競争を行う形で ハンバーグの町を設立した。1833年、サウスカロライナ鉄道が開通し、ハンバーグで集めた綿花を開港であるチャールストンに運ぶ道筋ができた。1848年、オーガスタ運河が建設され、ハンバーグよりも上流の産品を運んでくるルートになった。サウスカロライナ鉄道の鉄橋でオーガスタ市とつながれることにより、物品が ハンバーグの街を素通りすることとなり、白人が街から出て行き、南北戦争後は黒人がそれに変わった。1876年、白人のボートが黒人が主になっていた街を攻撃して略奪し、囚人を連れ出して処刑し、他にも怪我をさせたり、選挙で選ばれた街の役人を殺そうとした事件が最後の打撃になった。ヘンリー・シュルツは貧困の中で死に、 ハンバーグを見下ろす崖の上にオーガスタ市に背を向ける形で埋葬されているとされている。ノースオーガスタの町は以前の町が商業で競争して失敗した和立ちを踏まないために住宅とリゾートの町として設立された。その開発の多くは1902年にジェームズ・ユー・ジャクソンがオーガスタ市を見下ろす丘の上にハンプトンテラスホテルを 建設したことに始まっているということができる。当時このホテルは国内でも最大級かつ贅沢なホテルであり、20世紀初めにオーガスタ市を訪れた多くの旅人が利用した。ハンプトンテラスを終点とすると市間トロリー線が町を通って建設され、オーガスタエ金鉄道及び電気会社と呼ばれ、後にはエ金まで延伸された。トロリーの運行は世界恐慌の頃に終わった。 ノース・オーガスタは当初ハリウッドを作る場所として選定されていたが、それがカリフォルニア州に移されたのはホテルが焼け落ちたのが唯一の理由だと考えるものが多い。1916年の大晦日にホテルが消失した時までにノース・オーガスタは繁栄を始めており、現在でもオーガスタ大都市圏の主要部となっている。ノース・オーガスタ市内にあるアメリカ合衆国国家。 歴史登録罪に指定されるものとしては、ジョージアーベニューイコールバトラーアベニュー歴史地区、チャールズ・ハモンド邸、ルッカウェイホール、ブリトン・ミムズ・プレイス、ローズマィーホール、b c ウォール邸がある。2006年4月21日から23日、ノース・オーガスタは、その設立100周年を祝った。ノース・オーガスタは近くにある、約2500人のアイリッシュトラベラーの街。 マーフィービレッジがあることでも知られている。2012年、この街は、ザ・ラーニングチャンネルの番組、マイビッグ・ファット・アメリカン・ジプシー・ウェディングで紹介された。リバービュー公園活動センターは、農村ーーガスタのサバンナ川沿いにある。リバービュー公園は、ナイキが毎年行う夏の行事、ナイキ・ピーチ・ジャムと、ナイキ・ナショナルズの場所となっている。バスケットボールでは、 国内高校のトップクラスやカレッジのコーチが毎年ノースオーガスタに集まりトーナメントを行う。ピーチジャムでプレーした著名な運動選手として、ヨー・アキラ、メッタ・ワールド・ピース、ダースの追いつき、JJ ・レディック、ケビン・デュラント、デリック・ローズ、ジョン・ウォール、アンドリュー・ウィギンスなど数多い。ナイキ・ナショナルズから巣立った者としては、マヤムーア、ブリトニー・グリナーなどがいる。 ノース・オーガスタ市は、北緯33度30分47秒整形81度57分46秒、北緯33.51306度整形81.96278度、33.51306-81.96278に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は20.5平方マイルであり、 このうち陸地20.0平方マイル、水域は0.46平方マイルで、水域率は2.25%である。ノースオーガスタ公共教育学区には、ノースオーガスタ高校と、フォックスクリーク高校という高校2校が入っている。ノースオーガスタ高校は、英勤郡内にあり、英勤群教育学区のもとに運営されている。フォックスクリーク高校は、エッジフィールド内にあり、 サウスカロライナ州公共チャータースクール学区のもとに運営されるチャータースクールである。中学校は、ポールノックスとノースオーガスタの各中学校2校である。小学校は、ハモンドヒル、ベルベリア、ノースオーガスタ、および最新のモッシークリークの4校である。私立の宗教系学校としては、パワーレディオブピースカトリック教会の学校、ビクトリー・バプテスト教会の学校、 クレーズ・ユナイテッド・メソジスト協会の幼稚園がある。川向こうのオーガスタ市には、オーガスタ、準備デースクール、オーガスタ・クリスチャン学校、カー,ーティス・バプテスト学校、ウェストミンスター・スクールズ・オブ・オーガスタがあり、ノース・オーガスタから通う児童もいる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。